チームは大山先生に中川春さん、中山さん7番で、さあ1分の経過で先頭終わって2番の浜松選手、浜松選手は先頭で2番ホワイト、ブルー、ブラックのマシン、またコントロールラインを目指して間もなく試験技です。で、2番のマシンが先頭、ブラックのホワイト、ブルーの走り、ストレートを走る浜松が先頭、2番のバトロー選手、トロイのストレートを走る前線、7番のマシン、ホワイト、ブルーのマシンです。黒いと色が入ってるそれが2番のバトロー選手、トップと2番手の差 0.7 秒、さらにそれ1点取れるのも3番手、ヒューガ選手、さあヒューガ選手はイエローのマシンのはずですが、ヒューガ選手は前回より6番入りました。オートバックスから蛍光オレンジ、ホワイトのマシン、これがヒューガ選手、3番手、じゃあ3番手に上がったらグリーンステージです。蛍光グリーンステージは9番、こちらもホワイトとブルーのマシン、これがグリーンステージです。2分経過、残り3分、先頭浜松選手、2番から 0.8 秒後方、ママゴロ、さあ先頭今コントロールライン通過、ママゴロ選手に間違ったような通過、そしてヒューガ選手が4番手、3番手のメイン選手がその後ろ通過です。さあ大きくミスしたヒューガ選手、その後ろ2人つまらず前にいます。前にいるメイン選手、はい、ありがとうございます。さあそこでマシン選手も抜きに出る、さあしかしケイン選手は3番手、4番手がヒューガ選手、4番手は大山真子選手なので、マシン選手は6番手、さあトップが入れ替えました、3分経過、トップが入れ替えました、ママゴロ選手が先頭、0.7番、2番手が浜松選手です。2番手が浜松選手、そして3番手に上がったのが浜松選手、4番手ヒューガ選手、5番手大山真子選手、トップのママゴロ選手、2番手浜松選手、高さ 1.4 秒、3分30秒経過、さあ浜松選手がフォーアタックです。2番手に 2.2 秒差、馬場選手が先頭、2番手、馬場選手、3番手、ケイン選手、4番手、ヒューガ選手、5番手、マシン選手、6番手、大山選手、7番手、AKB 選手、そして中山、中川、春田選手と続きます。さあ先頭はモロモロ選手、ホワイトのブルー、マシン選手になるまもなくコントロールライン、4分経過、残り2分、マコロー選手が先頭、2.1 秒後方、2番手、浜選手、さあ、浜選手は今、グリーンが4分、その前にいるのが先頭のマコロー選手、さあ、なんとかマコロー選手に食らいついて、ミスを誘いたい、浜選手は2番手、3番手は9番のケイン選手。4分